はい、こんにちは、こんばんは、たからです。この動画では、ドル層の通貨を見ていきたいと思います。ということで、まあ、ドルの環境すごく大事になってくるわけですけども、ここ最近ちょっとこう、ドルが上値が重いんですよね。ドルが弱いと。となってくると、まあ、ドル層の通貨というのは、逆にまあ、強くなりやすかったりはするわけですけども、ただ先週のドル、弱かったのは弱かったんですけども、こちらドルインデックスの1時間足に冷やしを重ねています。まあ、売りは確かに入っているんですよね。ただ後半、金曜日なんかこう強い売りも入っているんですけども、これ安値割れてないんですね。割れていれば下落のトレンド、波が見えてきますけども、割れていないわけですから、このまま反発してくると今度はダブルボトムのネック抜けということにもなってきそうですからね。結構今のこの位置ってギリギリのところなんですね。この位置からさらに売りが入ればドル売りということになってくるわけですけども、サポートされたら少しこう反転なんかも見えてくる。少し、まあ、際どいところなんですね。まあ、いわゆるこう売りを見ていく際には突っ込み売りになりそうなところということにもなりますから、そのあたりにまあ注意をしながら値動きは追っていくことになりそうです。これを踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロドル、4時間足に上昇を重ねています。今月先月の大きなポイントの一つとして、このユーロですね。このユーロがかなり強いんですね。ドルが弱いというのもありましたから、ここ最近はいいトレンドが出ています。まあ、よく言われるアノマリーとして、年末にかけてドルやユーロというのは少しまあ強くなりやすいというのはね、まあ、言われる話ではありますね。今年どうなるか、これはもう正直わからないですけどね。ただここ最近このユーロは強いわけで、このユーロを売っていこうと思うんであれば何かしらこうきっかけは欲しいところ。ただこの週足環境を見ていくとまだ強いですね、上昇トレンド。先週も動きはないながらも週足を見ていくとしっかり陽性になっているわけで、まだ流れが止まっていません。来週も高値更新は十分見込める環境です。波の来て見ていくとまだかなり上ですからね、まだまだこの戻りはあるかもしれません。ユーロの売りを見ていくにはちょっとまだタイミングは悪いのかなとは感じます。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。ただ冷やしを見ていくと少し、まあ、若干の上値の重さというんですかね、調整局面というのが強く見えてきています。このあたり、まあ、調整として見ていいんではないですかね。すると現在地は高値圏として見えてきます。抜けていればいいんですけどね、これまだ抜けていない。逆にこうユーロを買っていこうと思ったとしてもね、買う場所というのはやっぱりあると思うんですね。調整レンジが見えてくるんなら、レンジの下から買うとか、直近のサポートに引き付けて買うとか、このあたりはやっぱりこう神経使いたいところ、やっぱり高値圏ですからね、ロングは警戒してしまいます。ただまあ売るにも上位足の環境がなかなかまあ売りを許さないと、買うにはちょっと中途半端、売っていくには少し流れが悪いと、なかなかまあ手を出しにくいタイミングかなとは思います。それでもあえて見ていくんであれば、まあ、冒頭で触れたように、少しこうドルが強くなってくるんであれば上値の重さも見えてきそうでね、高値を1回2回、細かく見ていくと試しているわけで、であればこの高値上値の重さを意識した、まあ、ショートなんかは面白いかもしれませんけども、ただ現状まだユーロが強いですからね、これ売りを見ていくということはユーロ売りを見るということですから、そのあたりをどう見るのかですね。まあ、抜けてくれれば、まあ、一つの決着ということになって、流れも出てきそうですから、分かりやすい動きにもなってくるかもなんですけども、今のところ、まあ、ドルの強さに加えて、ユーロも強さを見ているという状況ですからね、両方ともが強い通貨、結果、まあ、引っ張り屋になってしまって、難しい動きにもなってしまいそう。通貨として、来週月曜日、用意どんでやれることはあんまり今ないのかもですね。もう少しこう、流れが見えてくるまで、様子を見てもいいように思います。現状、様子見スタートで、値動きを追っていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、4時間足に上昇を重ねています。まあ、ユーロに比べると若干まあ出遅れ感が出ているこのポンドドルなんですけども、たださすがにまあドルが弱いですね。強い流れが出てきています。ただ、現状のドルは安値圏、もう一段下がってくれれば、もう一段の上昇というのは当然見込めるわけで、今のところまあこういった上昇トレンドは継続して見ていくことになりそう。気をつけたいのはまあ短期的なドルのサポート、それにぶつかれば、調整の戻りが入ってくる、まあ、つまり上値の重さが見えてくるかも、ロングを見ていくならその上値の重さには注意はしたいということになってきそうです。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。ユーロと比べるとまあ冷やし高値更新して引いてますからね、上昇波がしっかり見えています。大きな赤い波で見ても高値を更新、もう少しこうサイズの小さな上昇を見ても高値は更新してきてますからね。まあ、こうなると、まあ、ドルの底堅さというのはちょっと気になるところですけども、チャートだけを見ていけば上昇はしっかり見えています。ロング目線で見たいところですね。ただまあロングを見ていくということはドルを売るということですからね。ということはドルは直近の安値を割ってくる流れを期待していくということになります。ですからもこのあたりは、分けて考えた方がいいように思いますね。まあ、僕は今のところまだドルは底堅さを意識してますけども、思いのほかまあドルが弱いと、ドルに売りが入ってきてこう安値を更新してきたみたいな動きになってきた際には、このポンドドルは注目をしたいということにもなりますね。
はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。やっぱりこう、短期足見ても、お強い上昇の波は見えていますね。ただまあ、若干割れの差が最後に出てきていますから、少しまあ、調整の動きなんかも見ながら、常にこう、締め買いをしたいということで、短期足を見ていけばもう、ロングをしていく場所をどうやって探していくのかというチャートになっています。ということで、まあ、このチャートをしっかり見ていこうと思うんであれば、懸念点はもうドルですね。ドルが安値を更新してこないといけないわけで、そういった動きになってくるのかどうか、ドルを横目に見ながらということになってきそうです。ドル安、ドルの売りの流れが目立つようだと、このポンドドルは面白くなってくるかもですね。そして、逆にこう、ドルに強い流れが出てきた際には、環境にまあマッチしないということにもなりますからね、様子を見ていくということにもなりそうです。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、4時間足に1周足を重ねています。まあ、変わらずまあドルが弱いわけですから、底堅い動きにはなりやすいですね。結果的に直近の高値、こういったところも今週は抜けてきました。ブレイクしたところですから、まあ、少なくともショートはちょっと厳しいですね。ロングをしていくということになってきそうで、来週も高値更新はしっかり狙っていきたいということになります。ただこれも懸念点として、やっぱりこうドルですよね。これが安値を更新してくれればいいんですけども、今のところまだこれ安値圏割れてはいないですから、まあ、そこをどう見ていくのかというところが、まあ意見の分かれるところかなとは思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ドルとのすごくまあ逆相関が今のところこう強く出てきやすい通貨の一つになってきますからね。ですからまあ環境云々ではなくて、ドルに買いが入れば5ドルはまあ売りが入ってくるんでしょうし、ドルに売りが入れば5ドルはまあ買われてくるだろうというのはなんとなくこうイメージはつくんですけどね。ただまあチャートの方を見ていくと、まだまだこう強い高値も抜けてきていますから、押し目買い押し目買いということになってきそうで、ただ今のこの環境ですね、これを調整と見ていけば、まあ、現在地、これどうかなと、これが高値圏かなと。であれば、まあ強いながらもし見ていくにしても、高値圏をわざわざ買う必要はないと思うんですね。しっかりまあ下に引きつけてロングをすればいいのかなと思いますし、まあ、仮にこうドルの反転見ていくんであれば、まあ、この高値更新してしまったらもうダメなわけですからね。まあ、一旦この高値バックに売っていくというのも、まあ、ありといえばありなのかなという感じはしますけどもね。ただまあこの安値を更新してくるとか、まあ、そういった流れをこう期待していくんであれば、やっぱりまあドルが買われてこないと、なかなかまあここまでの動きは出てこないだろうと。これドル相全般にも言えることだと思いますけどもね、ドルが底堅くなってくるのか、安値を更新してくるのかで環境は随分変わります。まあ、ちょうど今の位置がギリギリのところですからね。ですからこうドルを買っていこうと思うんであれば、まあ、一回こうエントリーをしていくのは悪くないところだと思いますね。仮にまあ反転を起こればいいところでこう入れてないとこういうことにもなりますから、狙っていくのは面白いと思いますけども、ただ高値を更新してしまう、ドルが安値を割ってしまうような動きになってしまったら、まだこれ伸びる位置が十分出てきますんでね、ポジションをずるずるこう引っ張ってしまうようなことのないようにね、しないといけないと思いますね。はい、ということで、まあ、まとめとして、やっぱりこう、最後にやっぱりドルを見てしまいますね。ドルはこの安値圏、まだ割れてはいません。これ割れてしまったら、もう一度、まあ、波が見えてしまいますから、ドル売りをしっかり見ていくということになってきます。すると、まあ、ドル相は、まだまだ上げ余地は出てくるということにもなります。ただ、今のところ、各チャートを見ても、チャートの方は結構、上値の差はやっぱり若干出てますよね。高値圏でわざわざロングをしていくのかどうかというところが、まあ、意見が分かれるところ。僕もどうしてもやっぱり警戒してしまうと思いますんでね。まあ、一旦、まあ、ドルを買っていく。チャートの方を見ていくんであれば、戻り売りを見ていくにはいい場所かなと思います。高値をバックに見て、高値を更新してしまえば、まあ、一旦逃げて様子を見るみたいな戦略でもいいのかなと思います。まあ、月曜日はサイバーマンデーということもありますから、あまりま動かないかもしれませんのでね、まあ、少しこう時間軸も長めで様子を見ていくのもありだと思いますね。まあ、本当にこうすごくね、際どいところにいるかと思いますから、まあ、今のこの位置から買いが入ってくるのかどうかですね、注目をしたいと思います。今回は以上になります。ドル相以外の通貨に関しては別動画になっていますので、参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。